人口の中で私の上に乗るっていうのは頑張るところがあってのことだと思うんだけどね、こんなことができたんだからあんた何でもできる。よく乗ってくれたわね。恥ずかしかったでしょ。でも私も恥ずかしいのよ、こんな大きい人間って。人通りが、皆さん、ぜひこちらでお待ちしておりますよ。さあ、こちらでぜひぜひ、入札いただいた方ですが、レッスンに行かれますからね、すぐにご案内できます。今、すぐご案内できますよ。今、絶対に行ご案内できます。さあ、カメラスマートフォンを持ち方であれば、今すぐご案内できますからね。さあ、超巨大マスコメラスマートフォンを実際に備えるか、それだけにあんた度胸があるんだったら、今回だけですからね。生きてきれいになっちゃうんですよ。ここに乗ってるだけじゃ幸せにならないと思います。あるって言ったら寝ちゃいますし、そこはもうそういうことなんですが、写真を、こちら左に記念させていただきたい方、写真を撮りたいという方はこちらの皆さんへ、ね、ではございます。今の髪型、先生が来てくれるのに、何回かもいいんじゃないかしら。テールもネット予約でお願いしちゃう。どこから来たの？ちぎった姿なんでしょ。どんなことなの？人口の中で私の上に乗るっていうのは、あんまりどこにもあってのことだと思うんだけど、そうね、こんなことができたんだから、あんた何でもできる。めちゃめちゃいいですよ。これはもう来るんじゃないですか。すみません。なんか変ですけど、なかなか全国の方に乗っていただくことになってしまうんで、よく大きいのに、なんかお仕事できるといいよね。ごめんなさい、嘘でした。
よく言ってくれたわね。こちら一緒に記念撮影をしたい警察はもうぜひあちらの方にお伺いします。私も恥ずかしいね。こんな綺麗な、こんな車両ね。ありがとうね。施設を変えるのも疲れるわよ。リラクゼーションサロンもネットワークできるのどこから来たの？柴田最後のでしょ。あの方だね。状況の中で私の上に乗るっていうのは何のことがあってのことだと思うんだけど、お前こんなことができたんだからあんた何でもできる。危ないから下がってね。危ないから下がってね。後から来た参考人の方とぶつかみをけがの可能性もありますのでやめてください。